Hi, I'm Yoshi, number one groundsman in Japan. はい、久しぶりに、佐野1グラウンドに来てます。 I'm in 佐野1。芝刈りは終えています。週末天気微妙ですけど、このグラウンドはね、水はけがいいのでプレーはできるんじゃないかなと思っております。 We already more ground is dry, so it's okay to play. 他のグラウンドはね、水はけが悪い場所もありますけど、その位置は、ね、なぜか非常に水に強いのでクリケットはできると思います。そろそろ暑くなってきますが、今週末ぐらいは大丈夫じゃなんじゃないかな。私は視野がないのでのんびりします。さらばだ。雨の合間にグラウンド3に来ましたが、ピッチには水たまり、そしてピッチ上もかなり濡れています。金曜日、木曜日ずっと雨予報になっていますので、週末までちょっと厳しいんじゃないかという今状況でございます。うん、いや、I'm in ground 3, pitch got wet and the weather forecast not good Saturday, Friday, rain will come again, so play どうなることでしょうか。はい、SICG に、おります。I'm in SICG and now、at Thursday 非常に濡れています。現在木曜日でグラウンドは濡れています。しかも金曜日も雨予報が出ています。 SICG は週に2回芝刈りをしているんですけど、2回目はまだできておりません。まあ、ただ、芝の長さは、まあ、十分ボールが転がる長さになっております。In usual, we will mow two times in a week, but I mowed just one time. Grass is low, but not perfectly. 晴れていればもう一度刈りたいですけど、ちょっと水たまりもありますので難しいかもしれません。まあ、濡れた芝を刈ってしまうと芝刈り機に結構甚大なダメージがありますので、ちょっと芝刈りはまだできない状態かもしれませんね。週末は暑くなるので、試合はできるかなとは思います。お気をつけてプレーしてください。ティールームにも寄ってね。あいにくの雨やな。けど芝生にとったら恵みの雨なんかな。さて、26日にオープンしたティールームを見ていきましょう。いや、ティールームでは働いてないが、グランドでは働き者の吉田。芝生でのための恵みの雨って言ってたけど、芝って植物の中で一番水いらないから。だから水があんまりない、サバンナとかでめっちゃ芝生あるから。そうなんですね。そういうところ気をつけて。はい。というわけで、ティールームがオープンしております。月曜日、マンデー。火曜日はティールーム休み。チューズデーは やってません。水曜日やってます。木曜日やってます。ウェンズデー、サーズデーはティールームオープン。金曜日はやってません。10時から、16時、午後の4時までオープンしております。クリケット協会のスタッフが対応してくれるので、ぜひ平日でも飲みに来てください。週末は、10時から、18時、夜の6時までTLMやっていますので、ぜひね、遊びに来てくださいね。今日は寒いので、久しぶりにホットティー飲みます。今日は寒いですが、今週の土曜日は晴れるといいね。I hope sunny day with tea 決まったぜ。